皆さんこんにちは、オリエンタルマシーンです。今日の雑談なんですけれども、私の何て言うんでしょうかね、思ったことが実現するっていうんですかね、予言じゃないな、将来のことをちょっと考えることがあって、それが実は本当になったことが何個かあるので、そのことをお話ししたいと思います。一つ目は私の父なんですけど、父は年を取っていくのが嫌みたいで、すっごいこう若作りしてたんですよ。白髪が一本でも出たら抜いてたし、髪の毛もすごい丁寧に整えてたし、なんか整髪料とかつけたり、スタイルとかは良くなかったんですけど、年を取るのが嫌なんじゃないかなって思うような感じでした。で、それを私見てて、おぼろげにというか、なんとなくですけど、年を取った父のことを見られない、見ることができないんじゃないかと思ったんですよ。つまり年を取った父の姿はないんじゃないかと思ってたら、56歳で亡くなったんですよね。だから本当に父の年取ったおじいちゃん、すごいおじいちゃんのになった姿っていうのは当然見ることができなくなりました。知らない、まあ、私もその父が亡くなった年齢を超えていますけど、そういうことがまずありましたね。次に兄ですけど、私年子の兄がいるんですよ。一つ違い、誕生日は1年半ぐらい違うんですけど、まあこれが小さい時から仲が良くなくて、兄貴はこう一般的にすごく出来のいい子供だったんで、私はその逆でしたから、何をやってもダメ、勉強やってもダメ、スポーツやってもダメみたいなところがあったんで、まあ仲悪かったんですよ。これなんとなく思ったのは、まあ要するにこれ兄とはこう将来親戚付き合いしないだろうなって思ったんですよ。でそれはですね、一般的に親の兄弟とかいますよね、おじさんおばさんとかですけど、それでその子供がいていとこになりますけど、それでこういとこ同士でこう会ったり、例えば家に何か用事があって行ったり、遊びに行ったりとか、あこんにちはとか、親戚付き合いですよ、要するに。でそういうことってないんじゃないかなと思ってたら、本当にそうですね、今から30年ぐらい前になると思うんですけど、まあ、ほぼ絶縁ですよね、まあ、これは理由についてはまた機会があればお話ししたいと思いますけど、絶縁ですよ。だから今も親戚付き合いありませんけど、これからもないでしょうね。ありえないと思います、こういうことがありました。で次に、まあ、私結婚して、まあ、妻ですけど、妻の前には妻のお母さんだ、義母ですね。義母の言動とか行動とか姿とかを見てて、私思っちゃったんですよ。この人は早く亡くなるんじゃないかなって思ったんです。そしたら、まあちょっとあんまり詳しく言うと、ご本人の名誉にも関わることなのであんまり詳しく言いませんけど、58歳で亡くなりましたね。なので長生きしたっていうことじゃないですよね、早く亡くなったうちに入るんじゃないかなと思いますけど、そういうことがありました。で妻で、今度妻ですよね。で妻とは生活をこうずっとしてきて、まあ、結婚生活っていうか18年とか一緒にいたんですけど、子供が将来こう独立してこう家を出ていきますよね、いつかは。これいつ頃か分かんないけど、でもそうやって思ったんだから、子供はまだちっちゃい時なんですけど、これで子供がこう出て行っていなくなって、妻と私でこう2人きりになって2人で生活するっていうのはありえないんじゃないかと思ったんですよ。そしたら本当にそうなりましたね。これは前の動画でもちょっとお話ししたので言っても構わないと思いますけど、息子が就職して転勤族だったんで、まず独立してったんですよね。で息子がこう一人いなくなったら、前の動画でお話した理由で今度妻が出てったんですよ。それで娘と二人で、私1年4ヶ月ぐらい二人で暮らすんですけど、娘も通勤が遠くなったんで一人暮らしするようになったんですよね。でそれで娘も出て行って、その間にまあ調停とか裁判とかあって、私が一人暮らしになってから離婚するんですけど、こういうことでやっぱり妻と二人きりで生活することはなかったんですよ。っていうことで今挙げた4つですよね、当たっちゃったんですよね。でこういう話を人にすると、今こうやって私話してますけど、私のことってどうなりますかとか聞く人いるんですよ。でそれは私占い師でもなければ何でもないんで、悪いけどあなたのことは何も感じないっていうか、何とも思ってないですよ。まあ思ったら言うかどうか分かんないけど、4つ挙げた例はいずれも自分に関わることですからね。なので私が思ったっていうことなので、この話を聞いてて突
然私ってどうなりますかって言われてもそういう問題じゃないんで、まあそういう話ではないんですけど、私が以前思ったことはこうなるんじゃないかなと思ったことは実現してしまったという、そういうお話でした。本日の雑談はこれで失礼いたします。ありがとうございました。失礼します。